レーガン大統領の曹操曹操とは、死者と最後の別れをし、火葬場、墓地に送り出すこと。またそのための儀式。古くは、延べ送りとも称した。早々。その方法は地方ごとの民族儀礼と密接に関連しているため千差万別であるが、回送者が行列を組み以外を搬送するという、やり方は多くの文化に共通する。 改装者たちが棺を担ぐことも多いが、西欧諸国では近代から霊宮馬車も普及していた。インドのヒンドゥー教徒は棺を用いず、布にくるんだ意外を台に乗せて運ぶ。日本では担ぎ棒のついた棺を肩に担いで運ぶことが多かった。棺はみこしのような飾り付けをしており、これがそのまま自動車に飾り付けられた結果、おなじみの霊宮車となった。 現代においては、モータリゼーションの発展により、交通事情も変化したため、昔ながらの葬列により棺を運ぶことはほとんど行われなくなった。日本では、早々の儀式が簡略化され、棺を担ぐのは、葬儀会場の近くに待機した霊柩車までであり、改装者は用意されたマイクロバスや、各自の自動車等で、霊柩車とは別に仮葬場へ向かう。 しかし、世界的に見れば、自動車により、早々が消滅しているわけではなく、霊柩車と回送者たちが車列を組んで、自動車葬列により、早々することもある。東南アジアでは、棺や回送車を輸送するためのきらびやかに、飾り付けられたトラックが普及している。国葬のような大規模葬儀では、現在も、儀礼的な早々のパレードが行われることがある。 葬列には十字架、ろうそく、イコンなど、宗教上や民族上のシンボルを捧げ持った人々が付き従う。日本では、遺灰、天外旗、供物などを捧げ持つのが伝統であった。現在でも、葬送の際には、近親者が遺灰と家を捧げ持って、棺を先導する慣習が残っている。西洋では、 黒いローブをつけた人々が無言です壮烈を組むため非常に暗く重苦しい印象があるがギリシャ正教では盛んに聖歌を歌いながら壮壮を行うまた東南アジアでは学隊が賑やかに鐘や太鼓を打ち鳴らしながら壮壮を行うこれは間を払うためとも説明される他人の壮烈に出会うことはしばしば縁起が悪いこととされるが イスラム圏では逆に棺を担ぐことが死者への供養とされるため、行きずりの人々が代わる代わる棺を担ぐという光景が見られる。早々を始めることを出棺と言い,い、この際、玄関ではなく、縁側から棺を出したり、縁側で棺を3回回してから運ぶなどの得意な風習もある。ありがとうございます。